サウンドジュリエです。今回はですね、お世話になっているお客様のご依頼でクラウンのアンプを、買いましたので、今納品前に使ってもいいということでしたので使わせていただいております。ことの始まりはですね、 JBL の43系のモニターをお使いなんですが、低域の力強さとかですね、締まりみたいな部分をもうちょっと改善したいということでいろいろやられてたんですが、私が聞く限りは部屋の音響とかセッティングとかはいいんですけど、あと若干のそういうニュアンスみたいなところが改善すればバッチリかなっていう感じに思いましたので、どうされるのかなっていうところで、お話を聞いておりましたら、いろいろアンプを取り替えたり、全くお世話になってないところのお店でいろいろ悩みを、質問させていただくと、すごい金額のアンプとかですね、システムを入れたらどうだみたいな話になったりとか、なんか部屋を作り直すとか、なんかいろいろ大掛かりな話になっちゃって、そこまでするなんていうの必要性あるのかなっていうことになってですね、私も若い時に、20代の時にですね、43系のモニター使っておりまして、で結局業務用のアンプで鳴らすのが一番中低域の引き締まり感とかですね、ドライブ能力で高かったんですよ。で中途半端の買ってもダメだし、壊れたような古いの買ってもダメなので、で、今のアムクロン、今日本ではクラウンって言いますけど、こちらのアンプの高級品ならどうだっていうことでこちらを買っていただきました。で今試してたんですが、あまりにもすごいのでちょっと記録のために動画を残そうと思って今撮っております。こちら8オームの負荷で1250W 出まして、ダンピングファクター5000以上のアンプになりますので、もうパワーとダンピングファクター申し分ないっていうことですね。で普通民生用のブランド品のアンプでもう 1000W も出るって言いますと、中低域の力強さとか厚みとかこう押し出しみたいなのは感じるんですけど、結局立ち上がりが遅くてドワーンとした低音になるっていうんですかね、こうフェリーとかああいう大きな船に揺られてるようなウワーンとした低音感になってしまって、パーンとこう速い低音っていうのはなかなか出ないんですけど、これ業務用のアンプっていうのはそういうところが非常にパルシブに立ち上がるので気持ちがいい感じがします。で今からちょっとスタジオ録音のラインアウトをそのまま CD にしたような音源をかけますので聞いてみてください。
ということで聞いていただきました、CD はですねセッション3という、CD になります。ヤマハの CD ですね。でよくオーディオの視聴会なんかでこういうドスドスしたのをかけると思うんですけど、まあ、こんなん楽勝にかかってしまうっていう感じですね。で爆音にしますと、まあ、なんていうんですかね、アンプは追従してくるんですけどスピーカーのコーンがもうやばいっていう感じになってですね、ちょっとこう送り出しは楽々で受け側が耐えられないっていう感じになってきてしまいます。今も相当爆音だったんですが、レコーダーが HRD の MV1 というリニアで録音するレコーダーで撮っており、ワンポイントで撮っておりますので、圧縮かかってないんでちょっとボリュームを上げていただかないとちゃんとした音にならないかもしれないんですけど、まあ、いい環境で聴いていただければすごい音で撮れてるんじゃないかなっていうふうに思います。でクラシックとかですね、ボーカルものとかいろいろ聴いてみたんですけど、それがきつくなってなんじゃこりゃみたいな風にもなりませんでしたし、さすがによくできているなっていう風に思いました。まあアムクロンクラウンっていうとちょっと前に一世を風靡した D45 とかですね、その辺の薄い安いやつが有名なんですけど、もう全然比較にならないですね。例えるとしますと、あの辺が K のエンジンだとします。これも F1 の本気のエンジンみたいな感じの、まあ、パワフルさというか立ち上がりの良さもありますし、まあ、クオリティっていうそういう感じがします。ちょっと驚きました。民生用でハイパーワンプでここまで のパルシブな反応を見せるものはちょっと聞いたことがないっていう、そんな感じでした。ちょっと記録のために動画に残しました。今日は以上です。